皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。フッティスタ2021、今回もフォワードの選手を変更して試合の方出ていきたいと思います。前節が1対0のギリギリ勝利という形で終わりました。ただ順位の方が変わらず2位になってます。もう負けられない戦いが続いてるんですけど、今回入れる選手が WCCF 2006-2007 のファンニステルローイと WCCF 2002-2003 TS ビエリになります。ファンニステルローイの方はもう泥だらけのエースと言われているぐらいで、どんな状況でも試合終了直前でもとにかくゴールを狙ってくる、まあ、ファンバステンの再来とも言われるものすごくいい選手です。はい、でビエリの方はもうイタリアサッカー界が世界に誇るストライカーということで、まあ、天才的なストライカーになります。この2選手がどんな活躍をしてくれるのか、よかったら見ていってください。期待を背負い今試合が始まりました。両チームのフォーメーションですが、ホームチームこれは選手たちをどう動かすか監督の手腕が問われます。ワールドクラスの中盤と守備陣がチームに安定感をもたらします。対するアウェーチームは 4-3-3 のフォーメーションで対抗します。フォワードディフェンスの能力が高くバランスの取れた被災、ここで危険なファウル、ここからリスタートです。ナイスクリア、トラップ、左へ送りました。ちょっとお互いに相手の様子を見ている感じでしょうか。押さえて左に開いて、どうしたんでしょうか。フリーキック、アレックス・サンドロ、彼に相対する選手の突破は許しません。ナイスクリア、前線付近でボールを持ちます。相手ボールになります。ここで取り返す、これはオフサイドのようです。これはもったいない。前半両チームともまだシュートを打てていません。現在チームは暫定2位、首位の座をどうにか奪いに行きたいところ。この位置からプレー再開、もっとボールを奪いに行くよう選手に声をかけます。このパスは通りません。ここで奪われた、抑えて奪います。ボールを回します。右から離せる、チアゴシューバがここはクリア、フェルナンジーニョがここは大きくクリア、ボールを奪いました。その怒涛の中央突破は世界有数の破壊力を見せます。さあ監督が選手にマンマークの指示を出しています。得点につながる指示となるか。ここで奪い返された、ボールを運ぶ、ボールを奪います、サイドへ送って、このボールを奪われました。被災、彼に相対する選手の突破は許しません。ここでボールを失う、ここをしのぎました。ここで取り返す、積極的にパスを回すよう指示を出します。アレックス・サンドロからロベルト・カルロス、おっとラインを割りました。スローインでリスタート、右から合わせて、そのまま振った、監督も喜びをあらわにします。綺麗にヘディングで合わせてきました。ここで先制ゴール、均衡が敗れた。これでゲーム展開はどうなるでしょうか。このタイミングでプレッシングをかけていきます。フェルナンジーニョが個人突破、ワントラップ、ライから精度のいいスルーパス、ここで選手たちにパスの指示が飛びます。ロベルト・カルロス、多彩なクロスボールで決定機を演出します。サイドを崩しクロスによる攻撃を組み立てます。さあゴール付近でどんなプレーを見せてくれるのか。そのままシュート、ダイレクトで打った、入った、うわー、ミスターボール、クリスティアン・ベール、ダイレクトで押し込み得点する形となりました。ここでホイッスル、ハーフタイムに入ります。前半を踏まえて両監督は同じ作戦でいくのか、もしくはガラリと変えてくるのか、注目していきましょう。さあもう間もなく後半です。
パスを受ける動きに注目です。中央からのスルーパスを中心に相手ディフェンスラインの裏を狙います。前半はいい展開で終えています。アレックス・サンドロ、これは少し危険なプレーか。フリーキックで再開です。カンナバーロ、その守備力には非常に定評のある選手です。ここで取り返す、突破していく、ここでボールを失う、つなぎます。ガブリエウがここは大きくクリア、奪いました。ここで奪って中央へ送った、ここで奪って、この指示で得点につなげたい。ここでボールを取られる、この位置でボールを奪う、パスを出して止めて、マラドーナから右へトラップ、相手ボールになります。プレスをかけるよう選手たちに激しく指示しています。持っていく、カンナバール、彼を抜きゴールを決めることは困難です。ここで奪ってパスを出すよう声を出します。縦へ送りました。パスターゲットとなり前線で得点を狙います。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。あーっと PK です。ここは何が何でも止めておきたい。シュート、うまく決めてきました。ここで新たな選手が投入されます。後半27分、ここで諦めずに果敢に両チームとも攻めてほしいところ。ワントラック、ここはつなぎます、左に止めて、ここで奪って、ここでボールを、ここで相手の戦術が少し崩れたか。持っていく、ボールを奪われます。通すことができない、カンナバールがここはクリア、中央へ送って、アレックス・サンドロがここはなんとかクリア。試合は大詰め、どんな攻防になるのか。アレックス・サンドロ、ここでサイドエリアのカバーリングを担います。パスを送ります。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。ここでボールを失う、ボールを運びます、取り返しました、つなぐ、前に出しました、ここでボールを失う、ここでアディショナルタイム突入です。第1からのスルーパス、スローインになります。ボールを投げ入れ、トラップ、アレックス・サンドロから左へ、フィッシュ監督の声でギアを上げてきました。試合終了、サポーターも大量ゴールの余韻に酔いしれています。それではそろそろお別れの時間となってまいりました。また次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。